まあ、前回は、オンラインゲームを遊ぶ上で、まあ、その、ね、オンラインゲームを楽しむ上で、非常に大事な存在というのがフレンドだと思うんですが、まあ、そのフレンドを作るのが、まあ、結構難しいんじゃないかという話をしていました。私はフレンドを作るのがめちゃくちゃ苦手で、まあ、結構、ね、一緒に遊ぶ人が見つかりにくいという方もたくさんいらっしゃると思います。で、私はね、幸いなことに、本当にね、周りにいい人にたくさん恵まれて、今は、アソルティアで、いつも楽しく遊ぶことができていますと。で、まあ最初、私がたくさんね、フレンドができたきっかけになったのが、まあチームですね。で、まあチームの人々に大変お世話になりながら、ずっと遊んでいて、で、その後ね、まあだんだん、チーム以外の人とも、もっと交流を持ちたいな、というのがあって、まあブログだったり、配信だったり、っていうのを始め、ました。で、まあ、その配信でね、配信を見て、遊びに来てくださった方々もたくさんいらっしゃって、でまあ、その方々とも、今ね、すごく、仲良くというか、楽しく、遊ばせていただいております。で、もう一つ、配信で、出会った、配信で遊びに来てくださった方以外で仲良くなった方もたくさんいらっしゃって、まあそれで仲良くなるきっかけになったものっていうのが、まあ、ほぼドアコ集会なわけですね。なので今回はまず、ドアコ集会の話をしようかなと思っているわけですが、私がドアコ集会に初めて参加したのは、おそらく4、5年前ぐらいで、まあ、ブログとかもね、始めるもっと前の話です。で、まあその時の私は、ドアコ集会に参加したものの、まあ人見知りがひどくて、行ったものの遠足とかね、まあ、ついていくのが精一杯で。で、まあ、ね、知り合いも当然、いませんし。ね、仲のいい方同士が、お話ししているのを、眺めている。それに紛れているみたいな、感じだったんですけれども。まあ、それでもね、その雰囲気というか、みんなが仲良く、ね、楽しそうにしていると。いう雰囲気がすごく楽しかった記憶があります。でもまあ、ね、知り合いもいないし、ね、人見知りも激しいので、まあ、しばらくしてね、あんまり行かなくなってしまったわけですが、その後、ブログを始めた私のもとに、まあ、ブログにね、まあ、コメントをくださってる方がいらっしゃって、で、まあ、私のブログを見て、ドラクエ10を始めましたと。で、ドアコで始めましたと。っていうような感じの方で、で、まあ、ドアコ集会にも参加してるみたいなことを知りまして、で、まあ、その方、ね、その方ではわかりにくいので、まあ、仮に A さんとでもしましょうか。まあ、その A さんに、会いに行くために、私は再び、ドアコ集会に、参加するようになると。で、まあ、行って A さんとお話しして、みたいな感じなんですが、まあ、その A さんの周りには、私より、ずっと後に始めた A さんですが、まあ、その方には、たくさんのフレンドがすでにいらっしゃるみたいな。そんな感じで、まあ、A さんのフレンドの方と作っている輪に、まあ、私も紛れて、まあ、最初はずっと
ね、突っ立ってる感じだったんですが、まあ、何度か、まあ、A さんに会うのが目的に、ドア講習会に参加しているうちに、ちょっとずつその、顔見知りというか、まあ、そういう方が増えてきました。で、まあ、さらに、まあ、その A さんに、まあ、A さんとそのフレンドの方々が、まあ、たまり場みたいな感じで使っている、まあ、マイタウンがありまして、で、その A さんに、そのマイタウンに、まあ、連れて行ってもらったんですね。で、まあ、それは私がマイタウンを買うより、もっと前の話ですが、で、まあ、今もね、よく遊びに行かせていただいているマイタウンになりますが、で、まあ、その、マイタウンに集まってくる方々とも、まあ、だんだんね、仲良くなっていって、で、その、マイタウンを、で、集まっている方々の中に、まあ、イベンターというかね、プレイヤーイベントをよく主催されている方が何人かいらっしゃって、で、まあ、仲良くなった方のイベントなので、私も参加させていただくようになって、というような感じで、まあ、ちょっとずつね、知り合いというか、が増えていった。で、今は、本当にね、たくさんの方と、お友達になって、まあ、楽しく、アストルティアで、過ごすことができているというような感じですね。ですので、まあ私がいろんな人にね、巡り会えた、恵まれた、まあ、出来事のきっかけとして、まあまとめると一つ大きくはチームというのがあります。でまあチームというね、まあ皆さん入ってる方も入ってない方もいらっしゃると思いますし、まあ、このチームというものが合う合わないとかね、いろいろあると思うんですが、まあ私は幸いなことにね、非常にいいチームに最初拾っていただいて、今も在籍させていただいているわけですが、まあね、入ってみたものの合わないチームというのもやっぱりたくさんあると思います。で、まあそれでね、まあ合わないの無理に続けるのも難しいと思うので、まあ抜けるなら抜けるで、全然構わないと思いますので、で、アストルティアには本当にたくさんのチームがあって、うん。絶対どこかにね、まあ、その人その人に合うチームっていうのはどっかにあるはずなので、まあ、そういうのを探してみるのもいいんじゃないかなと思います。で、まあ、どっかにね、自分に合うチームというのはあると思いますので、まあそういうチームに入るというのが一つ。まあ、まあフレンドというか、一緒に遊ぶ友達を見つける、まあ、一つのきっかけになるのかな、というのがあります。でももう一つは、プレイヤーイベントという存在が大きいと思います。まあ、プレイヤーイベントはね、好きでよく参加される方も、いれば、まあ、ほとんど行ったことがないという方もいらっしゃると思うんですが、まあ、このプレイヤーイベントもね、本当に毎日毎日たくさんの方が、いろんなイベントを主催されているので、絶対なんかね、まあ、気に入るものというか興味を持てるものが見つかるんじゃないかなと思います。で、まあ、私もドア講習会ね、参加し始めの頃は、もう何もせずに、ただいるだけで、誰とも会話せずに、そのまま帰っていったみたいな、ことを、まあ、やっておりましたので、うん。まあ、なかなかね、初めて参加したイベントで積極的に、ね、参加できる、まあ人もいれば、そうじゃない人もいると思いますが、まあ定期的に開催されているイベントであれば、まあ何度か足を運んでいるうちに、まあ顔見知りもできてきて、で自然と気の合う人というのが見つかっていくんじゃないかな、というふうに思います。ので、
まあ、本当にね、たくさんのプレイヤーイベントというのが毎日いろいろね、主催されていると思いますので、ぜひ、まあ、一緒に遊ぶ人とかが、なかなか友達がね、見つかりにくいなという方は、参加されてみてはいかがでしょうかと。本当にね、この、まあ、システムとして登録するフレンドという意味ではなくて、一緒にゲームを遊んでいて楽しい友達というのが見つかると、本当に、ね、オンラインゲームが、もともと面白いオンラインゲームが、もっともっと面白くなっていくと思いますので、ね、なんか、ちょっと2日にかけて、取り留めのない話をねしてしまいましたが、まあ、今私はね、そんな感じでフレンドを作るというのが非常に、苦手な方だったんですが、こうして、まあ、たくさんの人と、楽しく、プレイドラクエ10をプレイすることができていますよというところで、今日はこの辺で終わっておきます。どうもありがとうございました。